試合結果をお知らせいたします。川原千尋対丸岡彩子の対戦は7対0で川原千尋の勝利です。
試合結果を知らせいたします。内垣健一対虻川治の対戦は8対2で内垣健一の勝利です。Thank you.
お知らせいたします。久保田智子対藤井博美の対戦は7対2で藤井博美の勝利です。
試合結果をお知らせいたします。花巻圭介対西島大作の対戦は8対3で花巻圭介の勝利です。お知らせいたします。スケ翔対大久誠の対戦は8対4でスケ翔勝利です。
結果をお知らせいたします。藤田智恵対小西サミアの対戦は7対4で小西サミアの勝利です。
30秒。30秒。5、4、3、2。
30秒。試合結果をお知らせいたします。高橋邦彦対早瀬雄二の対戦は8対5で早瀬雄二の勝利です。
せられる皆様、準決勝をかけた最後の試合、泉紗恵子対工藤孝代の対戦テーブルご注目ください。ゲームカウント6対6のヒルヒル対決となりました。選手の健闘をたたえて皆様盛大な拍手をお送りください。
勝利です。ベスト8の試合すべて終了いたしました。で、準決勝は5分後に開始いたします。5分後に準決勝を開始いたしますので、選手の皆さんは5分後には席にテーブルについてください。